雪を使い陸上自衛隊札幌雪まつり協力団の皆さんが1月7日から延べ2000人で制作しました。この後は雪まつりならではのスペシャルな世界へとご案内します。踊り会場にお越しの会場内進撃の巨人札幌襲来スペシャルライトショーでした。 STB では4月5日から札幌芸術の森美術館で進撃の巨人展セレクトオール札幌を開催します。